はい、こんにちは。ひかりです。今回はね、こちら。白雪姫のアニメータードールさん。アニメーターコレクションドールが正式の名前なのかな。まあ、こちらをね、見ていきたいと思います。はい。まずね、あの、出会ったのは、出会ったっていうのかなお迎えしたのは、オフハウスでお迎えしました。はい。でね、1500円プラス税だったのが、まあ、1500円以上使うと、500円引きのクーポンを使って、 ま、1080円ぐらいかなで買ったのかなって感じですね。一応アマゾンでね、あの、箱とかなかったんですよ。調べて、アマゾンで調べたらね、本当はね、お手手にね、ちっちゃいね、ぬいぐるみを持ってたんですよね。小鳥さんかなんかのぬいぐるみを持っていて、うん。それに関してはね、もうね、これからの僕のミッションで、リサイクルショップでまた、その子だけを見つけようかなと思って、100円とかで、頑張って探します。まあ、そのね、 手に持ってるぬいぐるみがないってだけで、まあ、こんだけ安ければいいかなと思います。お洋服とかもすごい綺麗なんですよ。うん。いいですよね。これ白雪姫で合ってました。うん。ちゃんと頭にね、あ、見えないかな。ちゃんとおリボンもつけておりまして、綺麗な黒髪ですね。なんかこう、ネットでこう、ちゃんと束ねてありますね。はい。これはネット取った方がいいのかなもう取るとちっちゃうのかな結構髪の毛が。うん。 でね、このドールは目はね、動きはしないんだけど、塗装されてるんだけど、すごい可愛いんですよね。目がクリックリしてますね。パッチリです、めっちゃ。で、まつ毛も長くて、うん。肌質もね、すごいマットな感じ。あの、シーキングさんとか、まあ、ブライスドール、ネオブライスに関しては、顔がね、すごいテカテカしてるんだけど、ツルツルとしてテカテカしてるんだけど、これはマットなんで、 まあ、比較的こっちの方が好きな人は多いんじゃないかなと思います。で、まあ、赤ちゃん体型っていう感じなのかなうん。手とかもちょっとむっちりしてる感じはしますけどね。はい。両手こう。手がむっちりしてます。はい。ちゃんと指とかも折れてないよね。大丈夫だよね。指折れてたらちょっと辛いよね。おお、猫が。で、はいはい。で、靴下も履いてまして、 こんな感じ。折った方がいいのかなちょっと見づらいかなカメラアングルが難しいんだよな。こう、ちょっと崩した。普通折った方がいいのかなまあいいか。ね黄色い靴を履いてます。ねスカート。なんか、ちゃんと下着も履いてるのかなほら、なんか色がちゃんと変わってますね。下着履いてるっていうよりも、塗装されてますね。下着の形に。うん。黄色く。まあ、あんま見ない方がいいでしょう。はい、こんな感じで。服もいいですね。 これはいい。まあ、質感がすごくいいって、あ、でもいいな、質感。うん。あ、スベッとした、シルクのような。シルクじゃないかもしれないけど、シルクのような質感で。うん。で、あったかそうな、なんか、肩掛けっていうのを、これしてますね。うん。いや、今までもね、結構おもちゃ屋さんの倉庫とかにもあって、可愛いなと思ってたり、あと結構、ブライス好きの方とかをインスタとかツイッターでフォローしてるんですけど、 結構ね、この、アニメータードールさんをね、お持ちになってる方も多くて、うん。あ、可愛いなぁとは思ってたけど、まあちょっとね、値段も高かったりして、うーん、って感じだったんだけど、まあでもちょっとお手頃だったんでね、ついついお迎えしてしまいました。他にもね、あの、エルサとかもいいなと思ったの、エルサとラプンツェルもいいなと思ったんだけど、全部箱入りだったから、まあ箱なしの方がいいかなと思って買ってみました。でも一応、お気えもさせられそうですね、こう、ちょっとさせられるのかな、これ。 させられるね。うん。マジックテープになってるんで。まあ、ただこれはまたあの、ブライスとかとはね、サイズが違ってくるんで、リカちゃんとかともね。またこれ用に作んなきゃいけなかったりするけど、まあ、作るのはお手のものなんでね。任せてください。黒髪っていうのが新鮮だな。やっぱ今までブライスとかリカちゃんだったから、茶髪とかだからさ。うん、黒髪は新鮮。顔もいいね。うん、なんか、 右上向いてるっていうのがさ、ちょっと怖くないんじゃない多分。正面向いてるとちょっと怖くなっちゃうんだと思うんだ。うん。これはディズニーがちゃんと出してるやつでしょうん。白雪姫。いや、こうなってくるとね、やっぱね、エルサと、あ僕が結構好きなキャラとして、エルサ、あとベル、あとなんだっけ、ラブン、ラブンツェルは出来が良かった、単純に。髪質とか良かった、髪の毛が。その3体がね、売ってたんだよ、ちょうど。うん。あ、まあ、アナとかも売ってたかな。 アナと、あと誰だっけなうちなんだけど。あとね、僕的にはあれが欲しかった。アラジンの、なんだっけえー、ジ、ェニファーじゃなくて、えー、アラジンの、お姫様。その名前が出てこないけど、とかも欲しかったけど、それはなかったかなうん。いやー、いいもの買ったわって言うんだけど、ただ遊ばせ方がいまいち僕はやっぱね、お人形についてはね、うん、ちょっとまだね、悩んでるところがあって、やっぱちっちゃい頃からお人形には触れてきてないんですよ、僕。 本当にね、おじいのね、おかげで知ったブライス。ブライスドールが最初なんで、ネオブライスを買ったのが本当にお人形のスタートなんで僕も。全然わかんないんで、遊ばせ方わかんない。とりあえず飾る感じっていうか、まあ、サイズ感からしてシーギングさんのお友達になれるかなとは思うんですけど、今度ね、久しぶりにシーギングさんお着替えさせたいと思います。ちょっとね、ハロウィンの、ハロウィンの格好のままなんですよ。クリスマスのコスプレにしようと思ってて、 準備してたんだけど、まあできてなくて、結局クリスマス終わっちゃったんで、今度は普通の春っぽい格好にし、あ、冬、冬か。冬か春の、まあなんかさっぱりした格好にね、爽やかな、明るい格好にね、させたいと思います。で、次のね、動画ではそのね、次っていうかまあ、今度の動画ではこの、えー、アニメータードールのね、シュレキちゃんと、シーキングさん、うん。のなんかコラボをして、一緒に遊べばいいちょっとこっちの方が大きいのかな、うん。持ってこようって話なんだけど、 今回はね、あえてシーキングさんはね、出さずに、この子だけの動画にしたいなと思ったんでね。はい。この髪の毛これ、あれだねとあれした方がいいかなうん。一応ね、あの、アゾンで売ってるオイルあるんですよ。髪の毛塗る。このドールの髪の毛塗る用のね。アゾンでしか売ってない、なんか結構いいやつがあるみたいで。それも僕買ってあるんで、それまだ一回も使ってないっていうか、シーキングさんね、あタングルティーザーとか買って、なんか、 なでるとさ、パーマが取れちゃうっぽいから、一回もやってないんだよね。だから、オイルもまだ一回も使ってないっていうか、開けてすらないんですよ。だからね、また買わなきゃ。ていうか、最近僕ね、秋葉原のアズオンまた行ったんですよ。うん。よかった。あの、写真撮っていいスペースがあってさ、ショーケースに綺麗に飾り付けしたらドールがいっぱいあって、いっぱい写真撮ってきたんだけど、よかったよ。やっぱ、見てて癒された。お店の中にもいいのがいっぱいあったんだけど、うん。じゃその日はね、他の、なんか、ソフビとか見,見に行ったんでね、買わなかったんだけど、 いいね、アゾンもいいよ。ドールはドールでいいよね。で、ね、マンダラキにもドールのね、あの、専門の会があって、まあ、女の子向けおもちゃの会があるんだけど、そこにね、ドールとかもあってね、うん。あの、プーリップのプチ版みたいなのもあるらしくて、あるらしくて、あったんですよ。だからプチプ、ミニプーリップだっけなんかそんなちっちゃいプーリップさんもいて、あ、あれかわいいなと思って。ただ値段がめっちゃ安かったんだよね。ねアマゾン見たらアマゾンでも安かったっていうね。だからちょっと怖い。 あんだけ安いといっぱい集めちゃうからさ、ミリブライスとかさ、ネオブラ、あ、プチブライスとかもさ、あと特にプ、あとおっきい普通のプーリップさんとかも安いじゃん。で、最近僕リサイクルショップでね、2回ほどね、モンスターハイに出会ってるんですよ。あの、海外の,のちょっと、ちょっと不気味なあドールなんだけど、結構人気があって、ドール好きの方にも。モンスターハイがね、結構安くてしかもいいんですよ。 なだっけフランケンシュタインの妹っていう設定のやつとか、あとなんか、下半身が馬とかいたんだけど、めっちゃ安かったんだけど、なあ、あれ買えばよかったな。特にフランケンシュタインの妹はよかった。箱入りで2000円だったんだよね。特に新品で2000円。うん。フランケンシュタインの妹あれよかったなと思って。うん、もう片っぽの馬の方はね、1500円だったんだけど、まあ箱なしでね。まあ、そっちもよかったかなと思うんだけど、ちょっとね、 あれ買えよかったな。あれちょっとすげえよかった。次買えばよかったじゃない。お見返せればよかったかなって思ってます。あれはよかったな。うん。最近モンストハニーだから2回も出会ってるんですよ。中古店で。アマゾンだとね、あんまり安いのが少なくて。まあ、あるんだけど、少ないんだよね。そう。あと、ま、他にも色々道路あったり。あと、やっぱね、あれいいですよね。また名前出てこないけど、あの、<laughs> 先生なんだっけえー、サプライズじゃなくて、 あのー、そのなんかあの、あれでは名前知ったら、ボールから出てくるやつね。あれもね、高いんだよね。あれも欲しいんだけどね、いろいろと。なかなかね、お財布と相談しながら、そう、装備とかも買ってるからね。一応これ、装備の部類に入るのかな感覚的には。すげーよくできてるんだよ、ね。あと、状態もいいし、可愛いいよね、手に持って。あと、やっぱ、あの、箱なしで買ってるから、こう、ガシ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 遊ぶっていうか、 もうどこにでも持ち運べるって感じはすごい僕好きですけどね。うん。まあ、丁寧に扱うけど、でも、変に丁寧に扱いすぎてさ、触るもの、触るのにもストレスがかかるとか、そういうのはないから、いいですね。まあでも、お着替えに関してはやっぱ白焼姫は白焼姫このままがいいかなと思うし、まあ、そもそも服のサイズ的な問題もあるからね。うん。髪の毛はどうなんだここのネットは取った方がいいのかな ネット、もう、取っちゃわない方がいいんかな。まあ、一応、つけとこう、まだ。うん。すげえ状態がいいんですよね。なんか、うん。でも、これって改造とかあるのかなブラウスみたいに。肌の、こう、なんか、でも、お化粧したりとか。い,いけば、このままでいいけどね、僕的には。よくできてんなぁ。服もいい感じだよね。うん。ま、でも、やっぱこれは飾っとくのが一番いいかなと。思います。はい。 ということで今回はね、オフハウスでお迎えした、えー、アニメーターコレクションドールでいいのかなの白雪姫さんをね、軽く紹介してみました。またね、これからブライスシーキングさんとかともね、コラボして動画とか作りたいなと思っております。はい。ということでこの動画良かったなと思った方は、グッドボタンとかチャンネル登録、コメントをお待ちしております。ね、説明欄にね、なんか、ドール関係のおすすめの Amazon リンク貼っておくので、よかったらご覧ください。Amazon 結構いいの売ってますしね。 いや、いいかいものでしただからね、心が豊かになるわうんそれではまた、バイバイ